構みんながハードワークしてくれてて、1ヶ月積み上げたかったところはしっかり積み上がっているかなという印象です。なので開幕では結構違った姿をお見せできるんじゃないかなとは思っています。その超攻撃的チームディフェンスっていうのはまず個人のディフェンスがすごく激しくできる必要があると思っていて、まずはそこのところのベースアップを図っています。でその上で戦術としてこう相手に思い通りにさせない、相手がやりたいことをやらせないで自分たちのやらせたいように仕向けるようなディフェンスを、フルコートだったりピックアンドロールディフェンスだったりで、やろうかなと思っているので、そこのところは見ていただきたいです、はい。こう新規で加入してくる選手は、僕らがこうある程度選んで取ってきているじゃないですか。でその上で体だったり動けどれだけ動けるかだったりを選んで取ってきているので、そこのところはもう計算通りというかちゃんと仕事してくれるだろうなという印象なんですけど、既存組の選手たちもすごくいい仕事をしてくれていて、そこもチームコンセプトにちゃんとフィットしそうな選手が残ってくれているので、そこのところは合わせてどんなチームになるか楽しみなところであります、はい。いつも、ありがとうございます、今年のベルテックス静岡は去年ともまた違ったスタイルで皆さんのところに勝利をお届けできると思いますので、ぜひ会場に足を運んでいただいて、応援をよろしくお願いします。まずは、こういう静岡という自分の出身の地で、こうバスケットボールができる機会をこう与えてくださったこのチーム、松永社長はじめ、全ての人にこう感謝してプレーしたいと思います。超攻撃的なディフェンスから、速い展開のバスケットボールというのが一つテーマにあるので、ぜひ、僕自身もそうですし、こうチームとして、固いディフェンスから、こうファーストブレイクが出た際には、僕たちと一緒になって、会場で盛り上げていただけると助かります。お願いします。今シーズンは B1 昇格という目標に向かって精一杯やっていきますので、ぜひブースターの皆さんも一緒になって戦ってください。会場でお待ちしています。よろしくお願いします。個人的にもチーム的にも B2 リーグ初めてのリーグで、最初のリーグとしてはプレーオフに出るってところが目標だったので、目標達成したっていうところに関しての手応えはやっぱチームとしても個人としてもありましたけど、やっぱり上位チームとの差っていうのがプレーオフ出て、レギュラーシーズンとはプレーオフとはまた別物なので、プレーオフ戦ってみて上位に食い込むにはもう1段階もう2段階の手応えが欲しいっていう、課題っていうか、宿題っていうのを、しっかりと感じたので、今シーズンその課題をしっかり修正していきたいなっていうのは、個人的にもチーム的にも必要なのかなと思います。やっとみんなちょっと集まり始めてきて、僕ら日本人は1ヶ月ぐらい練習してるんですけど、フレッシュな、去年もそれなりにファクンド体制として、集大成みたいな形だったんですけど、今年森ヘッドコーチ、僕同級生なんですけど、新しい風というか静岡にフレッシュな風が若い選手入ってきて、チームの雰囲気も練習の雰囲気もめちゃくちゃ走り込んでるんで、若さっていうチームですね。勇気と元気、その辺は置いといて、今年新しい体制になって、静岡僕5年目なんですけど、いろんなことに挑戦してます。プレー面もそうなんですけど、要求、ヘッドコーチが変わればバスケットボールも変わるので、オフェンス面ディフェンス面っていうところに関してはすごい要求がガラッと変わる面もあるし、ここはもっと伸ばしてほしいってところもあるし、って本当盛りだくさんなことを追求されてます。なのでそういう新しい、今年のせいやそれするんだみたいなところを乞うご期待。どうや、はい、OK だ。